こんにちは。心が持つ大きな力です。とっさに口をついて出た言葉や何気ない仕草からその人の人柄が見て取れることがあります。そうですよね。私たちの言動は私たちの心の表れです。自分は日頃何を大切に思い、何に価値を見出して生きているのか、その時々に出会う物事に対してどのような心を働かせているか、それらは私たちの言動に影響を与えます。また中国の古典には、善つまざれば持って名をなすに足らず、悪つまざれば持って身を滅ぼすに足らずとあります。私たちの人生における大きな出来事は一朝一夕になるのではなく、小さな善事や悪事が長い年月のうちに積もり積もった結果であるということでしょう。心とは目で見ることはできませんが、私たちが考える以上に大きな力を持っているのではないでしょうか。心は見えないけども、やはり大きな無限の力、やはり心の目で見たいものです。やはりそれは日頃の訓練ではないでしょうか。よろしくお願いいたします。